するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。トーン三曲一本馬開始です。皆さん手早を開けてください。前回は痛恨の宝珠となってしまいました、はい、しかも高かった。取り戻しましょう。逃げ切りたかったですけどね、はい、今回はなんちゃが続いてます。ドラが3万です。トンとデキメンツ2つかなりいいんじゃないですか。いやこれねいいんですけど、えなんかちょっと何ですか、嫌なことありました？いやこれ見てください。展望162、これトンドラ1ですよ。泣きにくい。でもじゃあスルーすんのって言われたそうです。泣きます。これはもう泣くしかないぐらいなんですけど、はい、ちょっと持ち手も考えると不満だなと。だからちょっと早くリーチしたいなみたいな、はい、リーチかけるか自分であんこにしたいですね。そうだから飛んでる前にリーチしたいなと思ってるんで、今シャー切ってでも1と9を残して少しでもリーチしようと、ということは愚形でもリーチの手順を打ちたいと、はい、いうことですね。一刻も早く転敗したいです。うん、ちょっと深めにトンが眠ってることを祈りながらですか。そういうことです。さあちょっと伸びてきたんで、はい、ピンゾが横に伸びました。まあ、これイーソーと Q1 の差はどうですか。まあ、どっちもほぼいらないんですけど、イーソー一人に通ってるんで Q1 って感じですかね、はい、これもうちょっと7、8、9見えたらね、うんうん、イーソー切るんですけど、これちょっとさすがにないんで、これは見えないですね。これはちょっとねなりようがないかな、はい、できたらリーチを打ちたいっていうのが本心、はい、でこれトーン1枚目スルーに今変更しました。えなんでですか。このピンズの形が良くなったんで。なんだ、えナンパさんもスルーときあるんですね。いや僕もう打点派なんでバリバリの。えちょっとごめんなさい、そうだったんですね。そう今まで見て分かんなかったですから。かなり打点をね、泣いて一緒に打点をつけていくイメージだったんで、泣きは絶対なんかオプションで絶対あついてくる。メンテの方が高いんでね。あそうなんですね。でこれロビン引いたんでもうトーンは泣かないです、はい、すごい断言、はい、キリッとされてますよ。最悪チーソーくっついてトントンもいけるんで、そしたらもうピーゴもついちゃうじゃないですか、はい、もう私トーンいりませんこれは私トーン、はい、片言にありがとうございますあの大事なのがまた自分の持ってる持ち点でどうす判断をするかっていうバランス大事ですよね。そうなんですよ。さあこれはどうです。さすがにトーンイーピンシャンポンで打ちたいじゃないですかリーチ、はいはい、ということでこの急走はさようならします、うんうん。まあ、ローソーが来たあたりだったらまあ採用してあげてもいいかなってことですね。ピンフにすると。もしチーソーが来た時ってどうするんですか。これはもう決まってますね。 E ピン1枚切れてるんで急いで E ピンと変えます。急いでそう急ぐパターンの時の渋川さん可愛いですよねそうです。あーえ嬉しいあーがダメな時行きましょう。行きますか。これはリッチですね、はい、リッチかけました。できればねこっちが良かったんですけど。そうですね、なんなら僕できればスッチーピの方が良かったんですけどまあこれはこれで、そうですね、まあこれは先手でね狙い通りなんですが、まあ、はい、リーチ打てましたよ。トンが出ててもこのテンパになってましたね、はい、そうですよね、うん、裏ドライ乗せちゃいましょう。積もって一発積もでもいいですよ。高いですよ。あら、一発積も、そう本当に一発、本当に一発積もでした。もう俺は別になくても、あ、いやいや、まあ一応ね2004000は2100、はい、お見事でございました。なんてことでしょう。あっという間に決着がついた6巡目。皆さんも手配開けてください、はい、あ、トンもちもちでしたよ。これトンシャンポだったら出てましたね出てたかいずれ出てましたね。親だし持っとくってなるかもしれないですよ。いやちょっときついですね、うん、いや今回はなんてことでしょう。今回はあっという間のスピードであっという間でしたね。スルスルっと、はい、面前で見事な一発相撲満貫取り戻しました、はい、これで次回親を迎えるわけでございます、はい、これでまあ勝負になりますね。かなりまた平べったくなりますね、はい、親でどこまで加点できるのか注目です。次回もお楽しみに。